ゴルゴロスは1992年にノルウェーのベルゲンで結成されたブラックメタルバンド。バンド名は JRR トール金作の指輪物語に登場するモルドール北部ヌアンの北にある草木一本生えない高原が由来となっている。クレイビング、A ジャイアントプロモーションビデオの撮影風景。2004年、ポーランドでのライブを再現したものとされる1992年。 インファーネスにより結成される。1993年、エンペラーのサムウスオベーシストに迎えて、ファーストアルバムのレコーディングを開始。1994年、ファーストアルバムペンタグラムをリリース。さて離婚のフロストがドラマーとして加入。オスロのフェスティバルで、初のライブを開催。このフェスにはダーク・ヒューネラル、ディセクション、マーダック、 エンスレイブド、ゲヘナ、ハーデス・オールマイティーが参加していた。同年、セカンドアルバムアンチクライストのレコーディングに着手する。1995年、セカンドアルバムのレコーディングが終わると、ボーカリストが脱退。公認として、オブテインド・インスレイブメントのペストが加入。ロンドンで、クレードル・オブ・フィルスのサポートアクトを務める。1996年、アンチクライストリリース。 4月にはサテリコン、ディセクションと共にヨーロッパツアーを行う。秋にはドイツでベヒーモストギグを行う。1998年、新人舞踊としてゴルがバンドに参加。夏にはバッケンオープンウェアでライブを行う。2004年、ポーランドで行った TV スタジオでのライブで十字架にかけた裸の男女や羊の頭を演出に使ったことが宗教的冒涜行為として、 当地の法律に触れ、以後ポーランドでの活動が禁止される。このライブは DVD 化を念頭に置いたものだったが、右与曲折の末、4年後にようやくリリースされた。またバンドはこれをきっかけにニュークリアブラストとのレコード契約を解除された。2006年春、ゴルが2002年2月に起こした暴行の罪で同年12月までの間の懲役刑を下される。 インファーネスは2003年に起こした重過失望感の罪で4ヶ月の実刑判決を受ける。2007年、ゴルはドキュメンタリー映画、メタル、A ヘドバンガー、S ジャーニーでの発言がもとで、ノルウェーの警察から取り調べを受ける。2007年、ゴルとキングがバンド創設者のインファーネスを解雇しようとしたことから、法廷闘争へ発展。 2003年のトワイライト・オブ・ザ・アイドルズ及び2006年のアド・メジャーム・サターネス・グロリアムは、ほぼ全面的にキングによる作曲によっていたが、バンドの名称使用権は、イン・ファーネスに帰属するという判断が下され、ゴルとキングはバンドから脱退する。ペスト・ミット・オーガラス2011イン・ローストック・ゴルは、ブラックメタルシーンが引き起こした、境界放火に関して、メタル・エー・ヘイドバンガー、 s ジャーニーで以下のように語っている。もちろん、私は、教会放火を100%支持する。もっと行われるべきだし、実際これからもっと行われるだろう。我々は、キリスト教やセム人種がルーツとなっているものの、痕跡全てを消し去らなければならないし、それを世界に示さなければならないのだ。ありがとうございます。